最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭は高輪をちゃん、あと 200m、 一気に後続がやってきた。ミルショー頑張れるか。高輪をちゃん先頭、グリーンキャプテン迫る。やはり強い高輪をちゃん、高輪をちゃん、高輪をちゃん。一着、二着にはどうやらグリーンキャプテン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。高輪をちゃん、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭は高輪淡路、後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 高輪淡路先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい。ノースランサー抜けた。ドクター D の追いすがります。ノースランサー、ノースランサー。1着、2着にはどうやらドクター D の、勝ったのはノースランサー、見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はスタースパングルドバナー、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はスタースパングルドバナー、スタースパングルドバナー先頭、残り 200m、 スタースパングルドバナー先頭だ。肩の加軸抜けた。スタースパングルドバナー追いすがります。肩の加軸ゴールイン、肩の加軸。1着、2着にはどうやらスタースパングルドバナー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。肩の加軸、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はスタチェリータ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。スタチェリータ先頭、差はほとんどない。残り 200m、 スタチェリータ先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい。2番手は肩のカツラ、肩のカツラ伸びません。先頭はスタチェリータ、1着でゴールイン。スタチェリータ1着、2着にはどうやらケープビリーブ、勝ったのはスタチェリータ、見事な勝利です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、ビゼンルート前に行きそうです。ストレートビーナス、それに続いています。さらにはベリーシューズ、15番ナイキハイグレード、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭は片の馬もちゃ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。その外にビゼンルート、その外からナイキハイグレード、オレンジの帽子セイクリムズン、その後ろ。すぐ隣にストレートビーナス。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭は片の馬もちゃ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。これに続いてビゼンルート、すぐ後ろにウィルビーベスト、その外からセイクリムズン、黄色の帽子ストレートビーナス、その後ろ。すぐ隣にメトロノース、すぐ後ろにマダムターフ、さらにはベリーシューズ、その外にストレートビッグ、ジェットビゼン、そのうちに続いています。内からはノーミラクル、その外からサンライトカルメン、その後ろにアイシーダンジュ。各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでセイクリムズン先頭に変わりました。2番手は片の馬もちゃ、絶好の手応えです。ナイキハイグレード、3番手片の馬もちゃ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭は片のマムチャ、片のマムチャ先頭、2番手はナイキハイグレード、残り 200m、 片のマムチャ先頭だ、片のマムチャ先頭、2番手はナイキハイグレード、片のマムチャ今ゴールイン。段違いの強さです。片のマムチャ1着、2着はナイキハイグレード、やはり中央の馬が強かった、勝ったのは片のマムチャ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はメジロサイレント、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はグローブクラウン、先頭を捉えるか、残り 200m、 メジロサイレント先頭だ、片の中国抜けた、2番手はメジロサイレント、片の中国1着、片の中国完勝、片の中国1着、2着はメジロサイレント、これは桁外れの強さだ、片の中国。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭は送信エトワール、後続馬も足を伸ばしてきました。エーシンベーブ迫る、大外から一気に、エーシンベーブ、送信エトワール、送信エトワール1着、2着にはどうやらエーシンベーブ、見事に勝ちました。送信エトワール、エーシンベーブ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭変わりました。先頭は片のカナチャ、片のカナチャ先頭、2番手は当選アイランド、片のカナチャ先頭だ、先頭は片のカナチャ1着でゴールイン、片のカナチャ1着、2着にはどうやら星雲ワンダー、見事に勝ちました、片のカナチャ星雲ワンダー2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはセンターデュールマックス K ポイント。この馬も好スタートを切りました。ソングオブファンキー前に行きそうです。ブロンズマリン、それに続いています。さらにはマックス K ポイント、10番セイゲーリック、その後ろシャインフリー、後方からでは前の方からブロンズマリン先手を取りました。その隣にソングオブファンキー、その外にセンターデュール、オレンジの帽子マックス K ポイント、その後ろすぐ隣にイングランドシュリウス、タタノアオちゃん、いい位置です。内からはランドサイレン、レギュラーコレクター、すぐ後ろステイレッド、それに続いています。オレンジの帽子ナイトビグラス、その後ろすぐ隣にピーチリリック。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ソングオブファンキー、2番手はタタノアオちゃん、これは絶好の手応え。セイゲーリック3番手、さあタタノアオちゃんこのまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はカタノアオちゃん、ソングオブファンキー続いています。セイゲーリック続いています。イングランドシュリウス、その後ろマックス K ポイント、その後ろブランデセンターデュール、その隣からはブロンズマリン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カタノアオちゃん早くも先頭、2番手のセンターデュール先頭を捉える勢いです。さあカタノアオちゃんこのまま逃げ切れるでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカタノアオちゃん、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。カタノアオちゃん先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はセンターデュール、あと 200m、 カタノアオちゃん先頭だ、リードは2馬身、このまま押し切れるか。カタノアオちゃんやはり強い。カタノアオちゃん、カタノアオちゃん、カタノアオちゃん1着、2着にはどうやらサイドナンバー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カタノアオちゃんまさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭はエトワールアレグロ、エトワールアレグロ先頭、2番手はエトワールアレグロ、花バターバン先頭、エトワールアレグロ、花バターバン追いすがります。エトワールアレグロ、エトワールアレグロ1着、2着にはどうやら花バターバン、見事に勝ちました。エトワールアレグロ、花バターバン2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.